17区の磯風だ。昔は、えっと、浜風、浦風様、谷風、あ、雪風とも一緒にいた。還暦なら誰にも負けないよ。だから任務は磯風に任せればよいのだ。全軍突撃あーととと、ここ、ここは、 知ってるえっと、裏風様が言ってた、大将ふ、うん、私は磯風将来天下を震え上がらせる大将になるぞ大将出陣の時間だぞ天下奮分大将 磯風と戦国ごっこやって。大将は、家康磯風は、三つ成。浜風、谷風、出発や目標は、上落だ裏風様磯風の羽織がまた破けちゃった。直して 大将、磯風をおんぶして今から敵陣に突っ込むぞ <laughs> くすぐったいよ大将、任務は磯風に任せていいのだ任務など、外周一尺だぞ大将、任務報酬が来たね何万石ある 大将、お手紙を持ってきたぞ。大将、ご苦労様。えっと、えっとね、か風から報告申し上げるあのー、目標母校の鳩場委託から戻ってきたみんなを迎えるぞ大将丸、走れん私く 17区の一番槍、磯風である一番槍はこの磯風がふわー待ってー裏風様磯風の活躍 ふう、風鈴火山ふん張るときよふん、もう大将とは遊ばないよ浜風、浜風はどこ戦国のこと全部裏風様が教えてくれた裏風様は物知りだぞ でも、磯風の一番の親友は、やっぱり浜風なの。へへ。西軍突撃東軍は撃つぞえっと、次は、ああ秀明が引き抜かれた大将ずるいよ磯風は、ふー 大将、いそかぜとゲームしようよ。え忙しいからできないのはんたにー、お仕事を手伝うよ。お肩を叩いてあげるよ。やったー大将大好き大将、わたし最近、浜風に冷たいって、 村風様に怒られそうになったの。でも、磯風やっぱり大将と遊びたいの。だから大将、一緒に浜風と遊びに行こう大将、今度いじめられたら、磯風に教えて。磯風は浜風を連れて仇を取ってやるぞ大将と磯風と浜風は、お友達してるんだから 浜風、私に続けー